再開いたします。休憩前に引き続き議案第8号による歳入についての質疑を行います。質疑ございませんか。議席11番長浜宗則議員。じゃあ、1点だけお願いします。ページですね、40ページと41ページに関わる国交支出金の件であります。特定防衛施設周辺、整備交付金と、再編交付金です。この前にですね、ページ、30ページと、31ページの、交付金、これは部長の方が説明ありましたけど、国有提供施設と東大市町村助成交付金と、施設と所在の調整交付金、この、根拠は過去3年分の平均で 98% 計上したということですけれども、今回の、交付金ですね、特報も同じように今1052万9000円が増えてますけど、その根拠は同じような計算でよろしいでしょうか。この数字の根拠を示していただきたい。城間康彦企画政策課長。特定防衛、施設支援、調整交付金については、まず1分と1次分と2次分で、交付が、入ってくる状況があるので、まず1次分については前年度の 0.8% をだいたい、見込んで計上しています。で、2次分については、前年度と同額を計上しているという形であります。長浜宗則議員。確か30年度には23ぐらいの交付金が出てたと思うんですけれども、まあ、これ補正でまた20分出てくるんだけど、関連してですね、再編交付金今回1800万を計上されています。で、前年度はゼロということですけれども、この再編交付金は、セールができて5年でしたかね、5年で、その交付金をやるということだけど、今回条例改正されて10年にスパンになったと思うんですよ。そこで、この交付金は、そういった事業の推挙状況によって交付がなされると聞いたんだけど、去年が2400万ぐらいだったんだけど、今回1800万という根拠をもうこれもちょっと知りたいなと思いますので、その辺の説明お願いします。城間康彦企画政策課長。はい。で、我が年、については当初予算、ゼロで、計上してあります。で、今年、令和2年の当初予算、今回、1800万、計上をしておりますが、まず内事がですね、毎年4月から5月にかけて内事が、来ますので、その内事を受けて予算の方を補正で上げていたということでありますので、令和元年については、補正で、込んでありました。で、その、令和元年については、今途中であるんですけども、確定したのが2204万6000円が今回の実績ベースになるということで予想しております。で、今回令和2年度の計上1800万についてなんですが、我々の見込みとしては去年ベースで一応入ってくるだろうというのは考えておりますが、ただ何せまだ内需が降りてきてないと。で、今回も多分4月から5月にかけて内需が降りてくるものだと思っておりますので、内需が入ってきたらまた補正で増やしていくということがあるんですけど、ただ今回の1800万につきましては少し落とした形で予算を計上をしてあります。で、なぜかと言いますと、大きい自治会の公民館の改修工事があって、今回空調と、防水の分をやるということがあるので、ただ今工事の期間を考えた場合には、一回ね、やっぱり欲しいということがありますので、
今回まだ内示出てはいないんですけど、まずは少し落とした額で、この工事ができる金額を1800万計上したということでございます。で、先ほど申し上げましたが、内示が出て増えているのについてはまた補正で増やしていって、あと大きく自治会で、希望しています、バスですね、ワゴン車の分の、手当を考えていきたいというふうに考えております。長浜宗則議員。歳出はもう4900万ほとんど計上されてますけど、じゃあそれを歳出した場合に基金はどれぐらいにもう1800万足してどれぐらい基金が残るか確認しましょう。城間康彦企画政策課長。今年度の基金の最終の見込みですが、4284万127円が見込みです。で、現在、今回、1800万計上してますので、これ合計すると6000、飛んで8万4127円です。で、今回、工事費で、5650万円、計上してますので、残りですね、358万4127円が今回の部分であります。ただ、300万余りについては、今後また補正が来た分については、上積みがあるということでございます。長浜宗則議員。はい、沖の所有、はで、年々3年までで事業完了ということになっていますので、そこの残金が300万ということになるとちょっと心配だったもんだからこの質問をさせていただきましたけれども、見通しはあるわけですね。その次の令和以降の予算としてはね、お願いします。城間康彦企画政策課長。はい、今先ほど、答弁しましたが、今回工事をしてですね、358万4127円プラスアルファの分が入ってきますので、工事の分、工事してますか、空調と、防水とワゴン車についての事業は執行できるものと思います。ただ、あと一つの工事の分については、多分そこまでの基金は積まないだろうというふうに見てますので、これも来年以降という形になるということで予定をしております。他に質疑ございますか。議席18番、国吉正和議員。先に村税で2点ほどお願いします。午前中の村長の施政方針においても、村税は行政サービスの根幹となる重要な財源であるということで、施政方針でも明確に表現していたわけですけど、本年度の徴収率の目標値ですね、それからあと1点は、ページ14、15ページで、村税の中で固定資産税がですね、対前年比1億6000万、約 7.7% の固定資産の増になっているわけですけど、その要因と2点お願いします。古堰康信税務課長。徴収率の目標値ということであるんですが、令和2年度ということでよろしいですか。令和2年度のですね、村税の徴収の目標率としていたしましては、97.0% を目標としてですね、予算の方を計上しております。次にですね、固定資産税の、予算の上昇率についてなんですが、今回ですね、令和2年度の予算を計上するにあたって、今回、見込みに関してですね、先ほども説明したんですが、若干の、見込みの方法、手法を変えております。あと要因としたしましてはですね、新築住宅、大間東地区の商業施設の増加等がまず要因ということであります。それプラスですね、これまで、予算計上の際にですね、当該年度の、当初課税分に、をベースにですね、
予算の方を計上していくわけなんですけど、それから伸びの要因というのはなかなかつかむことができなかったんですが、今回ですね、土地建物、仮計算をしたりですね、建物の集計を行うことで、その分がプラスアルファという形で伸びをですね、見込めるような形での取り組みで、今回、このような形での上昇という形になっております。国吉正和議員。はい、前年度の徴収率の目標は96、今年は97ということで 1% 努力目標を上げたということで理解しますし、それから先ほどの固定資産税の件では、大安東の含めた新築の住宅というお話があったんですけど、それの件数も、予定しておりますか。30件ぐらい予定していくよ。古源康信税務課長。はい、見といたしまして計上している部分に関しましては177棟の新築分があるということでの計上としております。国吉正和議員。はい、理解しました。それでは次367ページなんですけど、まあ、このところは児童福祉使用料、それから幼稚園使用料が入ってくるんですけど、まあ、いわゆる新年度からは子ども子育て支援法のいわゆる無償化が入ってくるわけですけど、いわゆる手数料が対前年比で減額されているのが無償化のいわゆる5村立幼稚園、それから2村立保育園の保護者負担が軽減される分が使用手数料の減になるかなと思ってるんですけど、そこの減になるトータルいわゆる無償化、私的には4370万ぐらいが約いわゆる合幼稚園と2村立保育所の無償化の保護者負担の減かなと思ってるんですけど、その理解でよろしいですか。しばらく休憩します。再開します。玉木克則子ども未来課長。はい、ごめんなさい、ですね、まあ、無償化制度による減額についてなんですけれども、村立保育所使用料に村立分につきましては1100万余りで、一時預かり、ですね、一時預かり事業利用料の方が約26万余りですね。で、延長保育の方が51万余り、幼稚園保育料ですね、こちらの方が1300万余りで、預かり保育料が1700万余りで、トータル4300万程度の減額になってで計上させていただいております。しばらく休憩いたします。再開します。玉木克典子ども未来課長。はい、これまで昨年度までですね、こちらの方が保護者から、いただいてた負担していただいてた分の減額になります。国吉正和議員。ちなみにその4300万余りの軽減に関してどれだけの保護者というのも分かりますか。例えば5幼稚園で何名、何百名、それから2村立保育所でというような保護者、あるいは人数でもいいんですけど。
玉木勝則子ども未来課長。ですね、今現在ですね、無償化対象になっている人数がですね、公立の方で76名、公立保育所です。認可園の方で506人。ですね、公立幼稚園の方で290人近く、290人余りですね。全体的には1100名余りの皆さんが無償化の対象ということで認定させていただいていて、それをもとに積算をさせていただいて、先ほどの4000万余りの減額という形になっております。国吉正和議員。はい、理解しました。次、ページ49ページのふるさとづくり寄付金の件でございますけど、先ほどもありましたけど、担当課長はいろんな手法、チャンネルが広がったり、あるいは特産物のメニューが増えたりとか、いろんな技術的な、私にはそれは技術的な要因だと思うわけですよね。技術的な要因があるんですけど、私は技術的な要因とは別にですね、やはりこれは名称もふるさとづくりという名称でございますので、そのふるさとに見合うような村づくりがされているかどうか、いわゆるその村の魅力というのがね、どういうものかによっても私はこういった寄付金の増額にも関わるかなと思ってるんですけど、そういう意味でですね、村づくりをの旗振り役である村長、このふるさとづくり寄付金について伸びてきているものをどのように村長施策をする責任者として感じていますか。清峰伝説村長。はい、ふるさとづくり寄付金は、読谷村への応援団を増やすということだと思っています。技術的なことは、先ほど言ったことでですね、ポータルサイトを増やすとかとあるんですけど、いかに、読谷に来て、また読谷に来なくてもですね、あ、読谷いいところだなということをですね、感じてもらって、関係人口が多くなってですね、ぜひ読谷を応援したいという村外の方をですね、増やしていくように、もちろんいろんな今、スポーツコンベンションであったり、昨年ですと、官所の、シンポジウムがありました、そういったことも含めてですね、いろんなところと今関係人口を持ってますので、その人口を増やしていってですね、積極的にもっと読谷のですね、良さを売り込んで、それが、実質ですね、寄付金につながるように、鋭意努力していきたいと思っています。他に質疑ございますか。次に歳出について質疑を行います。歳出についての質疑は随時間ごとに質疑を行います。まず1巻議会費および2巻総務費について質疑を行います。議席14番上地栄議員。総務関係で、3点ほどお願いします。まず64ページのですね、会計任用職員等の共済利用があるわけでありますけれども、8900万余りが計上されているわけです。で、今回、会計任用ということで、本村においては約300名のですね、非正規の職員がおると思いますけれども、今回のこの共済に見られるようなですね、会計任用職員が何名いらっしゃるのかと、そうお伺いしたいと思います。千葉名正人総務課長。今回、制度移行に伴って、会計年度任用職員に移行するものなんですけれども、これ予算ベースの方でちょっと数字だけ申し上げさせていただきます。今回令和2年度の予算ベースの段階ではですね、会計年度任用職員の方になりますけれども、一般会計で345名分と見込んでおります。上地栄議員。これは、一般会計、特会を含めては何名なのかご存知ですか。千葉名正人総務課長。はい、今回、一般会計、国民健康保険特別会計、診療所特別会計、
下水道事業会計、後期高齢者の医療特別会計を含めて、見ていきますと、378名が予算ベースとしては見込んでおります。上地栄議員。まあ、この間、総務常任会でまた議論をされてきておりますけれども、まあ、今回の場合は、結局、パートタイムと、外、まあ、ほとんどパートタイムということで理解しているわけですけれども、フルタイムの方も何名かでしょうと、そしてまた臨時職員、それもいるということであるわけですが、このいわゆる3グループに分けられているわけですけれども、この場合はこの3グループが含まれているのか、純然たるこのいわゆるパートタイムだけなのか、お伺いします。柴名正人総務課長。はい、今お答えしましたものは、会計年度任用職員のパートタイム、フルタイム含めた形の総額になって、その総人数と なっております、予算別ですね。で、パートタイムの方が一応322名。フルで今56名で、臨時職員の方は正規職員の病休等の育休等の代替でそのまま残りますので、その分は、令和2年度ベース予算ベースで、まあ、予算ベースで見ますと23名という形になっております。他に質疑ございますか。議席15番松田雅彦議員。たまには、我々にも質疑をさせていただきたいと思います。毎回同じ、メンバーで執行部の方もちょっと、退屈していると思うんですが、私からですね、90ページのですね、051防犯等修繕費補助金が計上が、160万ですか、計上されてますが、その160万のですね、根拠をお願いします。荒垣勲生活環境課長。はい、今回令和2年度から新たに防犯等修繕費補助金ということで、計上しておりますけれど、こちらの自治会管理の防犯等の修繕費ですね、そちらの方を、令和2年度2分の1半分の補助を、していこうということで、160万計上しております。松田雅彦議員。課長、なぜ160万が出てきたという根拠を伺えたんです。要するにですね、まあ課長言うように2分の1ですから半分で、各自治会が半分となると、おそらく320万のこの実績をもとに、課長は320万という実績を持ってですね、2分の1であれば160を出してきたのかなと。各自治会から対前年の修繕費を拾ってきて160万という金額が出てるのかというちょっとお聞きしたいんですが。荒垣勲生活環境課長。はい、今回のこの160万 の算出、算出根拠としましては、損管理の防犯等ですね、こちらの修繕費、の方の今、5カ年平均を、まず出して、あと損管理防犯等と、自治会管理の防犯等のこの等数の割合で持って出しております。それで、等数割合で出した場合に年間320万ほどの、修繕費がかかるだろうということで、自治会の方から、かかった修繕費を報告もらって計上したというわけではなくて、損管理防犯等の修繕費をもとに出しております。松田雅彦議員。私、まあ、このおそらく修繕に関してはですね、夏場やはり台風が過ぎた後のその修繕に多く経費がかかってくるだろうというふうにも思いますね。そういう意味ではですね、この流れがですね、この修繕に関しての流れなんですけど、各自治会が管理しているこの修繕をやる場合ですね、この流れどうなりますか。壊れた場合、台風過ぎた、ほとんど壊れた、今までは各自治会が各村内の電気屋さんに連絡しながらやってたけど、今回は村が2分の1、各自治会が2分の1、そうなると自治会長はどこに連絡をしてですね、どこが、この金額の支払いのはどうなるんですかね、どこが、連絡をして、その流れをちょっとお聞きしたいんですけど。荒垣勲生生活環境課長。はい、この修繕の、対応の流れというのは例年通り変わらず、もう自治会の方でやってもらおうというふうに今考えております。で、防犯等の電気料金 に関してもそうなんですけど、今担当課として考えているのは、この
年に2回ほど、半年前期後期と分けてですね、そこで実際もう、支払っていただいた修繕費、それに対する、2分の1の補助をしていこうという形で考えております。松田雅彦議員。ではそういう、もう今回の予算で流れ、各自治会長ね、そういうもう情報的には言ってるんですか、自治会長の方に。荒垣壮生活環境課長。はい、自治会、自治会長の方への連絡、というのは、まだ行っておりませんで、この今回、しっかりとこの予算が成立後にきちんと説明していこうと、要項も整備して整備しておりますので、そこも持って、自治会の方には説明していきたいと考えております。松田雅彦議員。ぜひですね、自治会長の皆さんにはですね、連絡はやはり入れるべきだと思います。そうなると流れ、手続きの流れですね、いや終わった聞いてないよと、そういう流れはですね、やはり連絡すべきだろうと。ただ2分の1の補助の中ですね、じゃあ自治会ですよ、今回壊れてもう何回も毎年壊れる、そういう意味では強度の修繕を器具を使いたいとなってですね、 LED に変えたいと、今回壊れた際にですね、 LED になると金額が上がっていく、その場でも2分の1の補助してくれるんですか。荒垣壮生活環境課長。はい、今この補助金の交付予行の方を今策定中なんですけど、その中でもまあ通常のこの修繕に関してはもうすぐにやってもらって後で2分の1補助ということになりますけど、今おっしゃったこの道具がを LED に変えないといけない、あるいはまた独立中で木中で、例えばついてる防犯灯でこの木中ごと変えないといけないと、そういったのが出てきた場合には事前にちょっと調整してやっていきたいと思っております。松田雅彦議員。課長、ぜひですね、我々議会でですね、そういう討論質疑をやる、まあ今回はこういう形で出てきたんで質疑しますけど、やっぱり基本的には自治会長ですよ、自治会長の皆さんとですね、密に連絡を取りながら、ぜひまあいいことでやりますんで、できたら全額補助の方が良かったなと思うんですがですね、今回まあ2分の1ということですので、ぜひ自治会長とのですね、密に連絡を取っていただくように要請をお願いしたいと思います。以上です。他に質疑ございますか。議席3番大城幸春議員。ページ、91ページの、総務費、総務管理費の、018あるいは03に、RPA 導入委託料、RPA 使用料についてお伺いをしたいと思います。先ほど村長の施政方針でも、その、言葉が出ましたが、まあ最近働き方改革の中でそういう、この横文字を私もたまに耳にすることがあるんですが、まあ具体的にどういうものか、まずはその説明からお願いをしたいと思います。城間康彦企画政策課長。はい、RPA についてですが、RPA の名称の略称ですが、ロボテックプロセスオートメーションというのの略です。で、どういう内容かといいますと、AI とかですね、機械学習などの認知技術を取り入れたソフトウェア型のロボットを利用して、これまで、人間が行ってきた業務を自動化をしていくという、自動化とか効率化を図っていくと。ということです。例えば定型的な業務ですね、そういうのについて、そういう AI とかそういうのに使って機械にも任していくということです。でそこで浮いた分はまた他の業務に、シフトできますので、そういう形を今回令和2年から、実証的に始めていきたいなというふうに考えています。大城幸春議員。今課長はメリットと、説明していただいたんですが、まあ、今省力化とかそういう人間もいらないような形でこれを他のところに回していくと、そういう デメリットというんですか、これ導入したために、メリットもありますけど、一方では反対にデメリットというのを考えられると思うんですが、そこら辺りはどういうふうに捉えていますか。城間康彦企画政策課長。
はい、デメリットの部分についてはですね、今まだ実証の段階なので今ちょっとあれなんですが、やはり働き方改革の部分ですね、今現在でも人事職員を見つけようにも見つけきれない部分もありますし、で先ほど言った業務がもう多岐にわたっている今状況がありますので、そういう AI とかそういう機械化でできる部分についての定型的な部分は、そのそういう業務に関してはそういう手法でやりながら、その空いた時間を他の重点化する仕事業務に振り分けていくということになればですね、村民のそういう福祉向上とかですね、そういう形でよりサービスが提供ができてくるんじゃないかなというメリットの方がやはり多いんじゃないかなというふうに思っております。大城幸春議員。今予算の方では、導入委託料で39万6千、それから使用料で、307万4千という形ですけど、まあ、今課長は、まあ、実証的にという、お話があったんですが、これが本格的に導入となると、そういう予算関係とかランニングコストというのはどういうふうに考えていますか。城間康彦企画政策課長。はい、そういうシステムを入れましたので、その辺の部分の、費用はかかってはくるんですが、まずやるのはですね、どういう仕事がそういう AI とか機械化でできるのかっていう部分をまず精査しないといけないという部分がありますので、それをやった中でどういう、例えば10の事業がそこに任せきれるとか、いや100ぐらいあるんじゃないかという部分がありますので、それの業務の多さによって、まあ、比例してそういう費用の部分がちょっと増えてくるということであります。大城幸春議員。まあ、現在はこう導入する云々は、まずは今年令和2年度に実証をしてから判断するという理解でよろしいわけですね。城間康彦企画政策課長。はい、この、RPA の流れっていうのは全国の自治体でも始まっていますので、それを導入するっていうのもやっていきたいというふうに思っております。あとその、この RPA のどんなしてどこかでやるかっていうのをやっぱり実証っていうのをやっていかないといけないんですので、その辺を見ながらどんどん導入を進めていきたいなというふうに考えています。大城幸春議員。私も応用はちょっと素人なんですけど、つかぬこと聞きますけど、次のページのクラウド資料というのが2700万あたりありますよね。それとこの、RPA とは関係あるんですか。城間康彦企画政策課長。まあ、関係があるって言えば IT、ICT の技術の一つですので関係はあると思うんですが、業務的にはですね、クラウドっていうのはですね、インターネットなどのコンピューターのネットワークを経由して、コンピューター資源をサービスの形で提供するっていうことです。今回我々がやろうとしているのは、今我々の業務で使っている機関系の、情報サービスを、今サーバーっていうのをうちの情報政策係に置いてあるんですが、それを、うるま市の金華山にある県のサーバーセンターがありますので、そこに預けていくということをやります。で、そのようになってくると、今日村長の施政方針でもあったんですけど、そういうセキュリティとかですね、災害時の、バックアップとか、そういうのに大変効果を発揮してくるということと、クラウドですので各市町村も出していきます。今回我々が負担行為でも出しておりますが、あと5年間日立の、システムを使っていこうということで考えています。で、この日立のシステムについては、お隣の嘉手納町、あと北谷町も同じシステムを使ってますので、この3つの、町村も、クラウド化をしていこうということがあるので、その辺の連携を含めてコストも下がっていくという形になってきますので、そういう形でクラウドをしていこうという形でございます。大城幸春議員。完全ではないですが、少しは理解できたような気がします。続いてですね、106ページ戸籍住民基本台帳費の、これは
001の通知カード、個人番号カード関連事務事業委託費ということで2457万3000円計上されておりますが、まあ、これは松田議員の一般質問の時にもいろいろ議論していたようですが、まあ、その時に国は令和3年度3月まで個人番号カードで健康保険証としての利用を考えていると、そして令和4年度までには普及させるというふうに答弁がございましたが、現在の読谷村の普及率は何パーですか。松田勝住民年金課長。マイナンバーカードの普及率ですが、令和2年1月末現在としてですね、申請率の方が 14.2 で、交付率の方が 12.8% となっております。以上です。大城幸春議員、前回の答弁では 9.6% という答弁がありましたよね。それから増えているわけですか。松田勝住民年金課長。はい、確かにまあ、どんどん申請の方が増えてまして、まあ、約、交付までに1ヶ月かかるんですが、どんどん申請の方が増えているという状況であります。大城幸春議員、まあ、2400万余りの予算が計上されているんで、まあ、ある程度の今年度の目標あたりも多分持っていると思うんですが、普及に対してのこの予算の使い方というか具体的な行動というのはどういう形で、まあ、時系列的にも、考えているか、お願いします。松田勝住民年金課長。実際この、2800万すいません、報酬なんですが、多くはですね、地方公共団体、情報システム機構の方に委託料として、払うのが多くありまして、でそちらの方の負担金になっております。大城幸春議員、じゃあこの委託先には、まあ、普及率として何パーセントぐらいやってくれとか、そういうふうな話し合いあたりはやっていますか。目標あたりはありますか。松田勝住民年金課長。目標というのはございません。ただ、機構からの、負担金の要請というのがありまして、で、今年度の、補正にもありますが、この機構から、これだけ必要ですよということで予算要求の方は、されているところであります。大城幸春議員、まあ国は令和4年までには普及させたいというような意向がありますので、ぜひとも、そういう意味では今年度これだけの予算を委託するわけですから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上です。しばらく休憩いたします。先ほどお二方手が上がりましたけれども、まだありますよね。何点ぐらいありますか。今日朝午前中でスタート前に話したようにですね、4時をめどに、区切ろうというような話がありました。少し切れは悪いんですが、基地局の課題もですね、非常に重たいもので、十分に時間を取りたいんですよ。明日までこの質疑の時間はありますので、いかがでしょうか。明日に回して、もう4時前ですので、お二方、一人方だってしたら何点ありますかということで、10分ぐらいのものでまとめられそうなんですが、何点ぐらい、幸男さん、ちなみに。1点だけですか。ああ、じゃあ関さんも何点かありますよね。
あ、じゃあちょっとじゃあ長引きそうですので、少し切れば終わりんですけれども、明日の議論にしてしたいというふうに思いますので、ご協力をお願いします。再開します。お別れします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会したいと思います。これにご異議ありませんか？異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決定しました。本日はこれで宴会いたします。お疲れさんでした。